ちょっと暗い。ごめんなさい。今日最後の、で、ここ開き。今日最後の、急ぎを済ませました。じゃあおまけ。まあ、結局ね、発症度を自分で定義し、その8要素についての達成目標を、まあ、考えるっていう、それの、メンテナンスと、あとは、改善。で、まあ、改善っていうのは、その、定義に基づき、定義に基づいて、その、現実を変えていく。不快では、まあ、その定義したことにおける達成目標を、まあ、改善して。じゃあ、改正っていうのは、定義を変えること。改革っていうのは、その、定義を変えるっていうか、その前のね、定義を変えるっていうのは、その、定義の修正のことね。で、改革っていうのは、定義それ自体も変えちゃう。別の定義の方が、発祥道のメンバーとしてはふさわしかったらそれを変えちゃう。で、ちょっとその、回っていうんですか。で、ただそれをするときに、自分が本当の本質でこのやつじゃないのに、なんかその格好つけたり、あるいは、知ったるどに無理やり合わせようとしたり、知ったるどの定義したり、発祥道にとか、その時代の流行りに合わせようとしたり、他人を意識して、その人に疲れようとして、やつを設定したりしたら自分の人生ではなくなるよね。そういうときにまた、教諭の餌食になる。狙われる。で、それともう一つ、その、皆さんの召喚術ばかりであるほどね。それは何でかって言ったら、その、まあ、発祥の定義を自分でしてないからって、ざっくり言うとそうなる。でしょ？発祥の定義が他人の定義だったらそこ好きがあるから。だから、純粋魔法や、あれも、あらんのつもりでも、他人の定義の場合、発祥の召喚になってしまうね。その他人を召喚することはなくても、同じような定義の、まあ他人、まあ、要素ほどやみたいな定義。何十億人もおんねんから。全く同じ定義だと思うんでしょ。でしょ？じゃあ、自分の本意でない定義をしてたら、それも表意のもとであり、使うまで全部、召喚術、高齢術になってしまうっていう、簡単な科学的真理ね。で、そうじゃなくそうと、自分の本来の定義じゃないのに、なんとか純粋魔術になれへんかなって工夫する人も、それは出てくるでしょ。そういうレギュラー的な思考回路もね、もちろんあり得るから、そういう出てくること。そういう人が出てくること。その時にまた皆さんは一生懸命考えるやんか。ね。それでまた賢くなる。どういうことかって言ったら、その、自分にふさわしくない発祥道の設定をすることがまた、進化の、要するに、体感の逆のね、成長じゃなくて、成長は自分の定義。進化は他人の定義で頑張ることを進化する。成長しようが劣化しようが。ね？それでも無理して、じゃあ、もう他人の定義吸い込んじゃいっぱい。で、まあ、もう無理な。程度問題。どのぐらい自分が耐えれるか。というのは、そう言いたいのになると、だんだん分かってくる。転生を重ねても、ああ、自分の限界って分かってくる。自分の遺伝子は、大体こんなもんだと。しかし、どうしてもしたいことがあったら、他人の定義をついつい選択してしまう。その時に、それで何回も痛みを受け、死ぬことによって、自分の遺伝子が、ちょっとずつ別の遺伝情報に入れ替わっていく。最終的に他人になっちゃう。それでも、私は私だ。あなた方は他人になるしかない。っていうことでもあるよね。さて、そういったことを、じゃあ、ちゃんとこの一連の動画の皆さんに届くだろうか。とりわけ最後の、これ来てる時の動画の皆さんに届くだろうか。困難を邪魔する人も、ハッキング。してたら、例えばハッキングしてたら、絶対、別にこれは投稿しないでおこうと思うのもあんねん。それも見れるわけやから、ハッキングしてたら。そんなしてるうちに、そういうピーピングしてるうちに、うちの動画全部、その人がね、自分のものだと思い込んでしまう。そんな錯覚もあるだろう。ね、ストーカー心理っていう。で、うちがそれを実際投稿しなかったら、
うちが投稿してなかった動画は、自分のものじゃないかとストーカー思い始める。そうやってしたらーってね。で、そのうちの、うちが投稿した動画までも自分のものだって思いたがる。ストーカー心理学になってるやろ、これ。なあやな。で、今言ってる、この、製品、マジャスに関する情報を、みんなに伝わるのかって言っても、例えば試合なり、情報機関が、これを人類全員に伝えるなんてとんでもない、と思うかもしれない。でも、それでも皆さん怒る中で、な。皆さん勝手にやることしてるやんか。こんな大事なことで、それすんのと思うかもしれないけど、そんな大事なことと思ってた？今聞いてそう思っただけでしょ？じゃあ聞かなかったら大事なことと思わない。じゃあ届かなかったら大事なことって気づかないのに大事なことって気づいてるってことは、ハッキングしてるからね、ここはならないのか。ね。というわけで、おやすみなさい。